はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は、数三の定積分で表された関数、丸一をお送りします。で、ここからタイトル変わりまして、丸四まで続きます。ちょっと長いんですけど。で、まず1本目は、微分する問題三問ありますので、一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。 では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。いやー、素敵ですごめんなさい、ちょっと今、喉をね、痛めて、痛めてるというか、壊していて、すみません、咳込んだら申し訳ないんですが。で、まず、今回この1番から。で、説明の順番としては、1番行って、2番行って、ここに補足が入ります。ちょっと、まあ、メインなんだけど、これが一番大事なんだけど、ここ行ってからの3番っていう流れね、1、2、本、3みたいな。OK かな。で、まず1番はね、これはもう、 さっき答えこうこいつを微分しろと言ってますまあ微分するって言ってるからちゃんと書くとね、まあ、DDX 微分のマークですわ、x、で微分ってことねで、まあ、同じもの書くだけなんですけどこうなっててこうなっててこうなってるこれはどうなるかっていうと t のところに x を代わりに書いてよいしょよいしょ終わりっていうね はいこれだけでございます。って言われるとね超簡単に聞こえますけどまあここが大事あとでいくからあとで補足のね。つまりやることは t のところに x を入れるだけです。でどういう時にそれが使えるかっていうのが大事で今ねもともとこのインテグラルありましたよね微分しろって言われたもともとのやつです。もともとのやつがまずこれ今 dt なので t で積分しろってものなの。で t で積分しろと言われてて中身が t しかない状態。こうやって。他の文字が入ってない状態でここの積分区間が定数。今は定数ね、a は。まあ0とか1みたいな感じよ。まあ a になってるけど今。定数から x まで。この時に x で微分しろって言われたら、あ、x 入れればいいだけなんですね。が使えます。 まあテスト出てきたらね、まあ、即,即倒せるやつですけどいいかな。でまず、あ、ちゃちゃっとここの説明いきたいんで2番もいっちゃいましょう。で2番はまずいきなり使えません。なぜかっていうと x がおりますので、まあ、使えないとどうするかっていうと e の 2t 乗を x とマイナス2に分配してちょっと分けます先にね。で分けると 0xx えっと e の 2t 乗マイナスごめん dt だ。 0から xt の e の 2t 乗 dt とこれをこいつとこいつに分けただけですでポイントがまずここです今 t に関する積分をしているので x 部外者なんですよだからこれ前出せますこいつてか前出して出てきてっていう話こうなってるいいかなちょっとこいつあれか距離があると違和感あるよねつなげますくっつけますわ0から x よいしょこんな感じ で手手前前からいきます手前今これがちょっとミスしやすいんですけどこれどういう状態かっていうと x とちょっと色つけようか赤を貸してくれ x とインテグラルついてるけど、まあ、ある関数なわけですこれも。だから2つの関数が掛け算になってる。 <い>あるものとあるものが掛け算になっている状態で、それを微分しろと言われたら、かなり前の話ですよ。今、積分ずっとやってるからね。微分の復習でございます。あるものとあるものが掛け算になっている微分はどうなるかっていうと、微分してそのまんま、足す、そのまんまと微分です。<い>微分そのまんま足す、そのまま微分っていう逆にひっくり返すやつね。で、それを使います。と懐かしいですね。なんで、微分するから1です。 そのまんまなんで、そのまんま書きましょう。0から xe の 2t 乗 dt と。で、プラス、そのまんまで微分なんですよ。で、こいつ微分するときにさっきの技が使えます。定数、0定数だからね。定数から x までで t しか入ってません。だから、x、t の代わりにね、x を入れた e の 2x 乗になりますよって。 X 書き忘れました <laughs> ごめんそのまんまで微分だもんねそのまんまで微分したこれが出てきますといいかなこの部分は今この部分ですここで後ろ引くことのこれはですね今同じ技が使えますなぜなら定数から x 中身ごちゃごちゃしてるように見えるけど t しかいないからねだから t のとこに x を代入してやべえ喉が。<laughs> こうなるとできれいに消えますねここシャッシャッと消えるので残ったのがこいつしかいません。でこいつも0から x 定数から x までで e の日常中が t しか入っていないので、えー、それを使うとあれ <laughs> あ,あ違うごめんごめん違う違う違う今ささっきやったのと違うなと思ってごめんねこれは微分しろって言ってないからねこれは微分してこうなったから今これあと計算するだけなんで積分しますすいません失礼しました e の 2t 乗だから2分、e、の 1e の 2t 乗で0から x やってもうたで x 代入して2分、e、の 1e の 2x 乗で0代入すると1だから e の0乗ね マイナス二分の一だからあれか引く二分の一なんでくくっちゃうかこういうのが綺麗ですかねはいこれで終了となりますいいかなまあいやちょっとねここは懐かしい微分の技も使ってますけどやってることは大事なのはね中が t しかなくて定数から x だったらこれが使えますよっていう話ですででです え大事なことが2つ、まあ、大事なことというか2つねあとプラスの技を覚えてくださいまずシンプルな方からいきますシンプルなのはこっちに書こうかなえっとえじゃあ x から定数だったらどうするんですかってこれひっくり返ってるときねは、えー、これを積分区間マイナスを符号を変えることによってね上と下ひっくり返せるんでこれを使ってくださいもし出てきたらねまずこれが1個でもう1個です えー、この上がじゃあ今上の同じもんでしょうか 2x だったらどうすんのっていうあ問題が違ったわ e の 2t 乗分の tdt とこれねでこれも同じようにできます結局は 2x を入れるんです入れるから1プラス e の 4x 乗分の 2t と なるんですけどなるんですけどこの2、X、になってたら、うん、こいつを微分したものをかけてください一応かける見やすいかかけるにしとこうこいつを微分したものつまり2、X、微分したから2だよねそれをかけてくださいいいかな結論としては 4t になりますいいこれ覚えといて ずっと x 入れるだけって言ってるのは本当は x を入れた後にこいつを微分したものをかけてます本当はねでも x 微分してもかける1だから、まあ、やる意味ないんでねどうせ書いてはいないんだけどこれ大事覚えておいてでこれを踏まえた上でここ行きますここえ下が定数じゃありません関数と関数になってる状態ですでこれはどうやるかっていうと似てますこっちとね似てるやることは。 まずは中がと t 積分で t しか入ってないからああの技使えんなって積分区間に x 入ってるからねあの技使えんなって思ってまずやります上上を入れて t のとこに入れるからそれもなかなか 2x+1 の2乗プラス +1 分の1ってなりますよねでもさっき言ったようにここを微分したものつまり 2x+1 を微分すると2が出てくるのでそれをかけます。 だからこうなるいいで大事なのはここからです。本当はここね教科書とかみんなに載ってるのも下が定数から x になってるはずですほとんどが定数から x だから x 入れてねって書いてあるんですけど本当はねその x が書いてるその関数から関数なんです本当は関数から関数もともとは。で上の関数を入れる t のとこにね今やったやつよ上の関数を入れてまあもちろん微分したものをかけるっていうのもくっつくんだけど上の関数を入れる。 引く下の関数を入れるができますつまり t のところに x を入れるんです。でこれは微分してもまた1なんでねあのかけても意味がないからそのまま書きますけどこうなる。これが公式です本当は。だからこことかなんでなんやんないかっていうと入れるものがないんだよねだから入れてないんだけど。 上だけ入れるってことしかやってないんですけど、関数から関数になってるときは上入れて引く下入れるっていう、まあ微分したものをかける忘れないようにしてね。で、あとはまとめますあいつ <laughs>。まあこれがちょっとしんどいんですけど、まずここを展開してまとめると四 x 二乗プラス四 x プラス二かってなる。で、二分のる全部約分ができるので二二一とこうなりますね。 でこれは別に共通の項は出せなそうだよね。だから普通にまあこのまんまでもいいんちゃうかなって思うけど、まあ一応まとめるか。えー、2x 二乗プラス 2x プラス1括弧 x 二乗プラス1と全部くっつけるね。で下にかけてるんで、えー、x 二乗プラス1がここに乗ってくる。つまり x 二乗プラス1ここに乗ってくるがね。通分したときに。 引くこっちに乗ってくるのはこいつを通分した時に乗ってくるから 2x2 乗プラス 2x プラス1とふう確かに入るはずなん今日おなお <laughs> 危あぶねえおいおいおい事故るとこだった 2x2 乗プラス 2x プラス1 x2 乗プラス1分のこれあれか 上がマイナス− 2ス2になるからマイナス出すか x 乗。これでス2だから x プラス2かな。なんも共通で消せないんだよねこうだよね。という感じで終了あ線引いてない。終了でございます。 よろししいでしょうかまあ大体多分教科書でこの定積分で表された関数ってあったら最初これくるんじゃないかな微分しろって問題が。まあ、使ってる技はすごくシンプルでねやりやすい問題ではテストでも取りやすいとこではあるんですがその例えば 2+1 とか2、X、入れるときに2を書き忘れるとか書け忘れるねとかも起こりうるしなんかこれだけやってるとさこう出てきた時にえ「えっ!」て何なるんだけど入れるのは結局上入れて引く下入れるってやることシンプルなのでぜひね3番もセットで覚えておいてください。 では今回はね定積分で表された関数丸 ① やらせていただきました、えー、今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました